こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は FF4 シリーズガチャやってきました。で、これがね、フェス裏なんですよね。今、バクフェス絶賛開催中でございますけど、第3弾の裏で来るガチャなんで、それなりのガチャじゃないと、まあ回す人いないよね、というところで、ね、すでに FFRK レポートの時点で、このラインナップ、セシル、フースーエ、セオドア、シドっていうラインナップで、これで大丈夫かと。こんなんで。バクフェスの裏でこんなの回す人いんのかみたいなね。思ってた方も多いと思うんですよ。僕みたいなね、ほら、月の民会、最強のね、フースーエさんを、この応援してるというか、僕みたいな人以外だったら、まあ回す人いないんじゃないかな、というところだったんですけど、そんなね、そんな中ですよ、今回このバクフェスが何のね、前触れもなく新しい必殺技新機軸のね、デュアル覚醒奥義実装したことによって、まあこちらの裏フェスですよ、いわゆる 裏ガチャというかフェス裏というかね、そう、こっちでもちゃんとデュアル覚醒を実装してきました。うん、でこれ月末なんで一つかなと思ったんですよ。なんですけど2つ入ってきたんで、セシルとフースーやね、多分ね、しばらくは当面の間は月末イベントに関してはデュアル覚醒2つで、今後のね、普通の通常のイベントではおそらくデュアル覚醒1つずつガチャに入ってくんじゃないかなっていう気はしてますね。うん、なんで、まあ今回に関しては2つ入ってますけど、次のガチャ多分1つだと思うんだよね。次っていうと金曜日にラビニスダンジョンの生属性のね、ガチャが来ると思うんですけど。うん。はい。ということで、ちょっとね、今日撮りたい動画たくさんあるんで、さらっと行くぜ。FF4 の性能解説。さらっと行きたいと思う。はい。ということでですね、まあこんな感じで、まあラインナップね、先ほど言った通りとなっております。で、専用アビ。今回シド。シドでようやくね、シンクロトーンが実装されました。で、内容は待機時間なしで敵単体に5回連続の雷属性物理攻撃となっております。まあ、これ系は多いかな。同じ FF4 でもバルバリシアンがそうだったかな。待機なしで敵単体に5回攻撃あったと思うんで、うん。まあ、あれの物理版ということになっております。シドはね、雷弱体ついてもよかったと思うんだけどね、これ。普通に待機なしじゃなくて。そっちだったらまだ、ね、使い手増えたと思うんだけどね、ちょっともったいない、なかったかなと思う。普通に雷弱体でよかったと思う、こいつは。はい。で、今回、ついに実装されたのがセシル、デュアル覚醒、来ましたね。セシル、パラセシはね、割と早い段階で、いつもね、新しい必殺技もらうイメージあるんだけど、来ましたね。で、セシルについてはですね、基本的にメインアタッカーとしてはちょっと火力不足っていうのが目立つんですよね。珍しい物理とね、白魔法、生属性魔法をアタッカーとして、まあ、ステータスの種別で変わるっていうタイプなんですけど、どっちにしても、物理で使っても、その魔法で使っても、火力が出にくい。だよね。なんでかわかんないけど、なんでかわかんないっていうこともないけど、レコマテとかね、レコマテじゃねえな、レコードダイブのね、レジェンドスフィアか。レジェンドスフィアの種類であったり、それからレジェンドマテリアであったり、まあその他ね、攻撃力だったり、精神の高さであったり、そういったいろいろなね、もろもろの問題で、まあセシルとか、まああと光の戦士もそうなんだけど、火力出ないんだよね。なかなか火力出なくて、ちょっと、っていう感じ。まあ必殺技自体もね、そのいろいろね、このまあ、パラディンっていう、元々のキャラ設定もあって、なかなか今一歩メインアタッカーには届かない存在であったところに、このデュアル覚醒が来たことによって、もうこのデュアル覚醒っていう仕様自体が、基本性能自体が、もう、なんだろう、火力に特化した内容になってるので、嫌顔にも、まあこれはもうね、嫌顔にももう火力が出てくるということになります。これは良かったと思う。セシルに早めに来たので。うん。これね、後発になってくれば来るほど、多分苦しくなってくると思うんだよ。これ。今は、まだね、生属性物理キャラとしては初かな？今のところね、今のところ初登場ということで、今は多分無双できます、これ、セシルだと。めちゃめちゃ強えなってなると思うんだよ。今の時代だとね。
今後、例えばこの後に、まあ、オルランドゥのデュアル覚醒、それからアグリアスのデュアル覚醒とか、そういったもの実装されてくると思うんだけど、どんどんセシルきつくなってくると思う。これはしょうがないよね。まあ、これはしょうがないんだよ。まあ、シンクロもさ、初期のシンクロと、あの、後から出てきたシンクロ比べちゃうと、どうしても初期のシンクロが見劣りしちゃう。後ろのシンクロになってくると、もう ATB 蓄積時間半減とかね。そういったものもある中で、そうなってくるのは仕方ないとして、まあ、今を見ようぜと。セシル、今の段階で見れば、まあ、最強クラスにはなったんじゃないかなと思う。生属性物理。性魔法だとね、今これから解説する風数矢の方が強いんだけど、性物理だったら、まあ強いんじゃないって思うよ。普通に。その、なんだろう、元々のダメージの出にくさっていうのが、もう2回放つとか、こういったところで解消されてるっていうところがポイントになってくるかなって思う。うん。まあ、やっぱりもうこれシンクロと併用するだけで確定4回攻撃だからね、大抵のキャラは確定4回攻撃で、さらにセシルのシンクロは、セシルのシンクロはね、今までのその覚醒とか、まあ超絶とかが、あの、結構防御寄りというかサポート寄りだったこともあって、割と強めには一応設定されてんだよね。シンクロアビでダメージアップ中ついてて、でシンクロアビを使用するたびに味方全体に生属性攻撃力プラスバフを1段階アップみたいなくっついてるんで、うん、そうなんだよね。で、悪くはないんだよね。セシルのシンクロだけ見れば、その他の必殺技はともかくね、セシルのシンクロだけ見れば結構優秀なんで、それとこの D 角を組み合わせることによって結構強いと思うんですよ。うん。なんで、今までメインアタッカーとして物足りなかった分、もう活躍できるんじゃないかなっていうところです。はい、まあそんな感じだね。だから生属性物理薄い方はセシル狙いで行っても全然いいと思う。はい。あ、で、そうだ、モード2の話してないよ。モード2は基本あんま使わないと思うんだけど、これがね、他のアタッカー、今はバックフェスに入っているようなメインアタッカーと違って限界突破レベル1アップなんですよ。その代わり、生属性アビリの待機時間なし、それから追撃ライトバリアっていうのが出ます。で、このライトバリアっていうのが4回攻撃プラス味方全体ダメージ軽減バリア1回付与できるよっていう効果になってますね。うん。まあなんで、やっぱりパラディンセシルはね、こういったところから、まあ、もともとの原作き、あの、キャラだからしょうがないんだけどね。もともとカバウとかやってたキャラだからしょうがないけど、まあこういったね、まあサポート性能を忘れずにというところです。まあ使うべきタイミングで使えば強いんでしょうけど、うん。最近あのラビダンボスとかもね、結構超火力だったりするから、そういったところで使えるんじゃないかなとは思います。はい。そして、まあ、一番話したかったのはここだよね。やっぱ風数やデュアル覚醒、これがね、まあ今までのね、この間出たシンクロだったり新奥義とかね、そういった、また覚醒2か、このガチャにも入ってるけど、それらをね、あの見て、まあ、僕の使ってみた動画でも、まあ、感じたでしょうけど、ぶっ壊れなんだよね。これネタじゃなくなったんだよね。本当にガチキャラになっちゃったんだよね、この間のあの、ま、魔改造によって。で、専用アビで生属性弱体も追加されたことによって、まあ、とんでもないキャラに成長したと。で、早くもその風数屋にまさかデュアル覚醒がこんな初期の段階で来るとは思わなかったんだけど、これだからめちゃめちゃ強いんですよ。で、今回、バックフェスまで含めて、初の、専用アビで弱体化できる弱体化キャラのデュアル覚醒っていうことになってくるんで、これ、だから名誉あることだよね。この物理だったアグリアスとかね、例えば、あの、地属性魔法だったレッドサーティーンとか、そういった、まあ、キャラがいる中でも、先駆け、弱体化キャラに初実装されたデュアル覚醒っていうところで、これは、いいね、さすがだぜ。拡張高き人だよ。これはやっぱり覚醒高き覚醒モードだけあるわ。っていうところで、まあ、これ見てくと、マジで強いんですよ。これね、まあ、あの、風数矢が前提条件としても弱体化、千アビで弱体化使えるよっていうところをメインに見てくと、もうね、基本3回攻撃できるわけじゃないんですよ、これ。確定3回攻撃。このデュアル覚醒だけで。っていうことは、1ターンで3段階ダウンできるんですよ、これだけで。やばくない？で、一応短時間なんだけどね、1000アビがね、短時間なんで、その、ずっとね、6段階、
マイナス6を維持してるのって結構大変だったりするんだけど、これが3回攻撃になったことによってもう2ターン目には6段階になってんだよね。これが非常にやばい。すごくない？ 1 ターンで3段階落とせるし、まあね、あ、まあ普通の今出てるシンクロとかで追撃とかでね、あのデバフとかも一応できたりするんだけど、この月光モード、自身を除く味方全体が生息サービスを使用するたびに自身が追撃、月のパワー、敵単体の3回連続の魔法攻撃、短時間敵単体の生息性耐性レベルを1段階ダウン、こういったものもくっついてるんだけど、やっぱね、ずっと維持してるっていうのはやっぱ難しかったんですよ。で、やっぱりこれシンクロありきの話だからね、今のね。このデュアル覚醒だけ使えば、もう1ターンで3段階ずつ、で、敵が例えば、その生息性バフをやろうが、すぐさままた落とせるっていうところで、非常に強い。サブアタッカーとして見れば最強になったかなと。で、もちろんこれデュアル覚醒なんでね、先ほど言ったシンクロと組み合わせて併用して使っていくことももちろん可能ということです。で、こっちの、まあ、モード1に関しては、一番基本的なやつかな。生息サービス使用するたびに待機時間が短縮されるよっていうタイプ。で、モード2に関しては、こちらもですね、限界突破レベル1アップなんだよね。ちょっと控えめなんだけど、その代わり生息サービス使用するたびに発動するたびに効果が上がる追撃、月の祝福というものが発動します。で、これデュアルシフトすることにはした瞬間からリジェレが発動するからね。プラスこの追撃、最大3段階の自動回復がくっついてくるということで、まあこちらもセシルとちょっと違ったタイプ、回復するタイプのサポート系の、まあ、デュアル覚醒にはなってるんだけど、まあ単純に、その回復が別にいらないんだったら全然このモード1で戦ってればいいだけの話なんで、モード1で十分すぎるほど強いんだよね、さっき言った通りね。で、ここのこのデュアル覚醒とシンクロを組み合わせる、併用して使っていくことによってさらなるぶっ壊れになると。シンクロとの相性がまあとにかくいいんだよね。これ風数矢のシンクロアビが6回連続の魔法攻撃プラス待機時間一旦短縮する。で、自身がこのアビリティを3回発動するたびに一定時間味方全体の生息性攻撃力を1段階アップ。これポイントなのが、このアビリティを使用するたびじゃなくて発動するたびなんで、このもう1回放つ、もう2回放つっていう効果ももちろん含まれます。これ発動なんで、発動なのでレジェンドマテリアとかね、そういったものも全て含まれるので、3回、とにかく3回攻撃した時点でこれが1段階アップしてきます。で、先ほどの話を思い出してください。デュアル覚醒だけで確定3回攻撃になるんですよ、シンクラビが。なんで、つまりこれどういうことかっていうと、毎ターン6回攻撃しつつ待機時間短縮して、さらに毎ターン味方全体の生属性バフ1段階アップしていくわけですよ。バフ1段階、えげつないよね。で、さらにさっき言ったこの月光モードも発動するんで、やばいんだよこれが。で、さらにシンクロと併用してるんで、あの専用アビも出ます。この後月光の典型3回攻撃します、バフつけて、その後に専用アビで生属性弱体もしますっていう。怪物だよね。とんでもないキャラが出来上がってしまったなと。ね、ここで皆さん、あの一つ思い出してくださいね。先ほどのあのセシルのところで、セシルのシンクロもあっちは普通にシンクロアビ使用するたびに味方全体に生属性バフっていう効果なんですよ。なんだけど、まあこれも風数矢が、風数矢もこれ実質毎ターンできちゃうから、セシルの存在って一体何なんだろうって。セシルの存在感がなくなっちゃうよね。もう圧倒的にセシルの上位互換なんだよね、生属性魔法で言えばね。なんで同じガチャでまさかの、まあ、ほとんど上位互換的キャラが入ってるっていうね、珍しいタイプのガチャになってるんだけど、まあ狙うなら間違いなく風数や、まあセシルは物理に行けるからね、まあ、要はあのヴィンセントと、なんだろう、ルビカンテみたいな、あの辺の似たような感じになってるかな。まああれも別に魔法で言うと、まあルビカンテの方が、でもと言ってもヴィンセントも結構強いけど、全然もちろん新容疑とかね、そういったものもあるし、あの星六千儀とかね、そういったものもあるけど、ちょっと話それたけど、まあそんな感じで、まあとにかく風数矢が強いですよと。で、さらにあの風数矢って覚醒2つあるんですけど、これもね、覚醒と組み合わせても強いんだよね、シンクロ、あ、シンクロもそうだし、デュアル覚醒か、
デュアル覚醒なら今このガチャに入っている覚醒2と相性が割と良かったりします。この風通夜の覚醒2はデュアル覚醒とは被らないんですよ、効果が。なんで同時発動が可能です。でこれ同時発動するとどうなるかっていうと、まずフルバフ効果がくっついてきて、でさらに味方のね砲シリーズの人数に応じて追加効果が出る。まあこっちはカルディアになってくると思うんだけど、まあ、ここはあんま関係ないかな。属性ダンジョンで言うとここはあんま関係ないんだけど、このネズの番人覚醒モードっていうところで、あの使用回数無限になります。デュアル覚醒は無限にならないんだけど、こっちは無限になります。でアビリティ使用時に追撃で月下の H っていうものが来ます。これが6回連続の魔法攻撃なんで、まあ実質確定3回攻撃になるということだね。だから実際、あ、ごめん、確定3回攻撃じゃない、確定4回攻撃か。うん、あの専用アービ3回打った後にこの追撃で月下の H っていう4回目の攻撃が出てくるよっていうこと。でさらにこれがカルディアダンジョンで使った場合、味方の方シリーズが4人以上だった場合には2ターンの間だけ生属性アビリティ使用時にもう1回放つって効果がくっついてくるんで、2ターンだけ確定5回攻撃になります。これとんでもないね、化け物ですな。でこれがね、まあ、さっき言った通り覚醒と組み合わせてもいいし、シンクロと併用することもできるっていうところで、非常に幅広い戦い方で、こっちフルバフもくっついてるから、もちろんカルディアでもあの活躍できるし、で生属性のね、あの属性ダンジョンにおいてもトップクラスの働きをしてくれるってところで、もう圧倒的なんだよね、風通夜ができることって。できることが多すぎる。でさらにもう一個のね、覚醒1の方だと味方全体に攻撃するたびに軽減バリア貼れたりとか、そういったこともできるわけですよ。なんでまあ、あのマジでネタじゃなくてマジで強くなったなっていうことです。これ総合的にはね、結局聖魔法キャラって今のところ多分レムが一番強いと思ってるんですけど、今現状もうレムにはねまだデュアル覚醒実装されてないので、総合的にはレム超えたんじゃないかなって個人的には思ってます。これはデバフもできるし、まああと、まあ、シリーズチェーンも一応できる。使わないと思うけどね、使わないと思うし、セシルがね今回シリーズのね星のチェーン実装されたんで、まあ、使わないだろうけど、まあそんなこともできるんで、生属性弱い方はこのガチャ非常に引くべきガチャになってるんじゃないかな。まあ生属性っていうと、まあ先ほども言ったとおり金曜日にもねラビダンガチャ来るんで、そっち見てからでも全然遅くはないと思うんだけど、はい、まあそんな感じだね。まあただ、まあ、さっきレムと比較対象にして出したけど、レムとはまた役割違うからね、デバフができるからね、こっちはね生属性デバフできるし、あと攻撃バフかもできるから、仮にレムにデュアル覚醒実装されたら多分このレムと風通夜の2トップになると思うんですよ。あとプラス生属性チェインで誰か、まあ、ギルバートあたり入れて、この3人が結構鉄壁になってくんじゃないかなと思うんですよ、聖魔法で言うとね、まあ、そんな感じ。まあ今でもそうなんだけど、まあそんな感じになってくると思うんで、ここで引いても全然損なし、まあ本当フェスラらしい強さになってるんじゃないかなと思うので、非常におすすめ。はい、でその他のキャラとしては、まあセオドアほとんど全部あれかな、セオドア神王以外か、神王以外既存の必殺技になってるから、セオドアはあんま別に説明することはないんですけど、まあセオドアも強いんだよ。これセオドアも言うなれば父ちゃんのねセシルよりも強かったりするんだよね、シンクロ覚醒揃ってると。普通にこっちも使っててすごい使いやすいので、まあ、セオドア自体もおすすめで、チェインもできるし星6戦技でねゲージに貯めるってものも持ってるんで、非常に使いやすいキャラだと思います。はい、そして、まあ、一応最後のキャラとなりますがシド、こいつ、まあ、出るの遅かったんで、まあ、10中8個カルディア専用キャラになるんじゃないかなと思ったんですけど、やっぱりフルバフくっついてるタイプでした。フルバフくっついてて雷属性まとえ3段階で、味方のね4シリーズの生存人数に応じて追加効果、まあありきたりなパターンです。でこちらがなんだろう、カルディア専門かと思いきや、カルディアダンジョンじゃなくてもちゃんと戦えるタイプのシンクロで良かったなと思った。これに関してはね、一応0人から3人、まあ、シド1体だけでも敵単体にね全属性耐性レベル1段階ダウンっていう効果は付属してきます。
プラス、4人以上だった場合、敵単体に全属性耐性2段階ダウンで、シンクロモード中1回のみ自身がシンクロアビリティスパークブレイクを3回使用時に追撃、飛空艇技師の見せ場4回連続発動っていうのが書いてあるんだよね。でこれが何なのかっていうと、クリ100の限界突破可能な物理攻撃、まあ要は LBOF みたいなことだよね。これが追撃で LBOF 発動しちゃうよっていう、まあ相当強いとは思うよ。これはシリーズで使ったらね、シリーズで使えば結構思い切ったシンクロだなと思うんだけど、ただしこれ4回発動時に自身に即死オフよこれは確かあれだっけ、 FF4 でさ、地下、確か地下の世界、地下世界みたいなところでシドがなんか死ぬんだっけ。でこれシンクロアビも結構強くて、これ確定デバフくっついてるんですよ、雷属性の。なんで、これカルディアダンジョン外でも普通に使えますね。うん、フルバフはまあ単純にただのバフとして使って、雷属性のね、確定弱体。で、あとこれ、レジェンドマテリア、専用アビではね、弱体がなかったけど、レジェンドマテリアで中確率弱体ついてるんですよ。中確率デバフあるから、まあ、で、待機なしの専用アビと含めてもね、高速デバフできるんじゃないかなっていうところで、非常に、まあ、優秀なんじゃない。で、あとあれか、普通に気候子だから、プラズマオファーも使えるのか、よくよく考えたら。そういえばそうか。そうだよね。プラズマオファー使っても全然いいと思うんで、これ、まあ、おまけで、風水矢のおまけで、雷属性弱い方に、このシドが出れば全然使えると思う。カルディアダンジョンでも使えるし、属性ダンジョン、普通に純白オーディンとか、そういったところでも活躍できるキャラになるんじゃないかなというところです。はい。まあ、ちょっとこれ、シリーズで使うには、この即死。即死効果があるんで、使うタイミングがちょっと重要かなとは思うんですけどね。ここ考えて使わないと、なんかよくわかんないとこに勝手に死んじゃったみたいなことになりかねないので、そこだけ注意だね。あとセシルにシリーズの星7チェーンが実装されました。まあこれはもう完全にシリーズ用だね。まあ一応フォーもね、生属性のキャラ揃ってるから無理やり使おうと思えば使えるんだけどね。セシル、風数や、セオドア、それからローザ入れて、あともう一体適当なの入れればね、全然使えるとは思うんだけど、まあ無理に、基本はカルディアダンジョン用っていうところだね。はい。これもカルディアダンジョンクリアしてない方に取ってみれば、まあ強めの、チェーンになるんじゃないかなと思います。はい。それからフースセアに LBOF が実装されました。セオドアの LBOF は既存。で、セシルのこれ覚醒2かな。これも既存のものとなっております。あ、これ、こないだの、昨日ね、デュアル覚醒の使用まとめとかっていう動画を出したんですけど、そこでちょっと言い忘れたんだけど、これセシルの性覚醒モード、これデュアル覚醒と同名覚醒になるんで、基本こっちの覚醒モードについては発動しません。発動は実際してるんだけど、優先順位的にはデュアル覚醒の方が上位になってるから、こっちの覚醒モード発動してないんだけど、その他の効果、覚醒モードっていわゆるここだけの話だから、アビリティブースト使用回数無限、生属性アビリティ使用時にもう一回放つ、ここの部分だけだからね、覚醒モードって。その他の上に書いてあるようなフルバフであったり、それから待機時間短縮、それから生属性攻撃力レベル2段階アップ、限界突破レベル1アップとか、こういった効果については発動します。デュアル覚醒と一緒に使ってももちろん。でこっち の追加効果 の一定時間味方の攻撃、弱点ついた際のダメージアップ、こちらも発動するんで、ここはねちょっとややこしいところですけど、あくまで発動してないのはこの正確性モードのこの3行の部分だけ。ちゃんとデュアル覚醒中にフルバフ使えないのちょっと不便だなと思う方もしかしたらいるかもしれないですけど、ちゃんと使えます。これフェーズ3またいでね、デュアル覚醒使ってて、フェーズ3に入った時にフルバフこの覚醒使いたいな、でもデュアル覚醒とは併用できないんだよなっていう考えになる方いると思うんですけど、できます。併用というよりは、なんだろう、併用っていうよりは単純な超絶みたいな使い方になるっていう言い方になった方がいいのかな。そうだよね、この覚醒モードがないとただの超絶みたいな感じ、フルバフとかがくっついてる超絶を打つような感覚になるって言った方が分かりやすいかな。うん、まあ、そんな感じなんで普通に使えますということです。はい。それからシドに星6レジまで再動、雷属性アビリティ3回使用するためにもう1回放つ。はい。
まあそんな感じでした。まあなんだかんださらっといくって言って長くなっちゃったね。やっぱちょっとデュアル覚醒の説明がまあややこしいんだよね。すげえややこしい。喋ってて大変だもんね。聞いてる人もっと大変だろうけど。はい。といったところでですね、まあフェス裏ということもあって、まあよっぽど生属性が弱い、薄い、それからラビダンボスがちょっと不安だなっていう方以外を引く方はあんまいないと思うんですけど、個人的には風水や狙いで、まあ回してもいいんじゃないかなとは思う。そこは皆さんの手持ちと相談だね。で、フェス中には生属性のキャラそんな入ってなかったと思うんで、まあ本当に生属性狙いだったら、この FF4 か、それからこの後金曜日が出てくるラビダンガチャでゲットしてくださいねっていうことなんだろうけど、うん。そんな感じです。といったところで、今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考だった、面白かったぜって方は、ぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録ともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。